こんにちは、キャバナナ見たかった申します。以後もしろきょリューベカーサイドサール職員たちのクッキングラブやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。アップデートがねちゃんとまた入ったっていうことでね、3月3日にでピックアップも始まったんだけど、まあ、ガチャ動画はねもう上げてるのか上げ終わったのかちょっと分かってねえや。で収録していきたいと思いますんで、でねまたアップデートの方で今度はねイベントの11話までね追加されたのかな。だからあの8話まではやれるということで、パート2ねこのまま引き続きやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。では、設立チョコレートラボをやっていきたいと思います。よし、まずはストーリーが入る。いいね。今度はパート4ぐらいで終わるかな。よし、やっていこう。さあ、きっとまあ前はね陰薬云々とかいろいろなっちゃったけど、きっと次は平和な方向性で行くんだろうなってことで、お、ほらほら平和になってる。やっぱ平和が一番なんだよな。カサードこんな服装じゃなかっただろ、お前。なんでは、なんでお前露出を増やすんだ。このゲームみんな露出増える。増えるわ、本当に。気がついたらみんなさ、肌増やしてるからさ、マジで。本当にね、すげえな。見習い恋子は可愛いんで。こいつもあれかな、いつか仲間になってくれるかな。そしたら嬉しいんだけどな。圧倒的成長広い。いい奴らじゃねえか。ちょっと待ってください。あ、びっくりした。ちょっとね、サルトビがやべえと思ったけど、これぐらいならね、セーフセーフ。せいのせい、下半身ちゃんとズボン履いてるもんね。こういうね、服の着方はね、やるよね。意外とやるよね。あ、僕はあんまやったことないけど。あ、上半身裸で、下の方でこういう感じは、なんだろう、これなんて言うんだっけ、タイツだっけ、タイツって言うんだっけ、つなぎだ。つなぎ、つなぎなのか、それとめてつなぎなんだっけ、わかんねえ。けまあ、こういった感じもあるよね。教え方が悪いみたいな。厳しいこと言ってくるな。全く、なんていうか、会社のね、会社のそういった、こういろいろなバチバチ合いを見てるような気がするわ。世界中働きたいな、職場。ブラック企業とでも言いたいんか。ブラックな職場なの？ブラックかな？そうなのかな？わかんないけど。まあ今、部分的にしか見てないからね、まだまだわかんないわ。あー、来た、ディオン。ディオンはね、ちょっと知ってるんだよ、こういう服装になるっていうの。マジでさ、マジ大胸筋のね、2ポイント片方それぞれが1ポイント1ポイントで合計2ポイントになってるさ、ピンク色の部分がさ、なんていうかね見えるんだよな。でディオの若干なんかリアル寄りというか、結構発展してるというか発達してるというかさ、だいぶ胸で遊んでる感があるんだよなっていう。そんなディオも僕当たったんでよろしくお願いします。そして裸エプロはもう常識です、この世界では。残念ながら皆さん、裸エプロはアナザースワールドでは常識なんで、みんなついてってくださいね。多分ね。常識を持っていると、なんでやねんっていうツッコミがね、マジでずっとあるから、やばいです。あー、ね、商人と、職人の方で若干バチバチ合いがあるのかな。職人のバイオレンスのプレイ、バイオレンスなのが好きなの。まあ、まあそんぐらいでいいんじゃないですかね。できればいらないと思うけど。怪しいチョコなんだよな、本当に。麻薬で引っかかるよ、マジで。ポリスメン、あ、てか、ディオン、お前、スカイガードって言ったじゃん。ポリスメンとは違うらしいけど。一粒で二度おいしい。へえ、なんかそれはいいんじゃない。カルトビはね、確か期間限定の方の服装だとまともだから、カルトビを僕はお前信じてるからな。やり止めを送る、やり、まあ、それ使い道がないか、そうそう、やり、あ、ダメでした、やりもくでした、どっちも。ダメだな、もう。頭がアナドスしてんだよな、バカら。頭アナドスってどういうことなの？ディオンお前ってかもう、多分ね、みんな裸一本になる気がする。トーマスも裸一本になったし。いや、まあ、セーフだろ、ほらほら。いや、けど、YouTube さん、ちゃんとギリギリ見えないだけちゃんとパンツ履いてるんで大丈夫です。裸エプロンなんかじゃないってことを YouTube くんお願いします。ロイヤリティは売り上げ 30%。 結構でかいな。あー、じゃあもう、バカら、いや今日広告費って意外とそういうもんなんかな、わかんねえ、ちょっと。バカら、ちゃんとそういうとこはちゃんとしてるんだなってことで、よかったよかった。おじさん嬉しいわ。トーマスは、なんか、いじられキャラっていう扱いだな。おお、トーマス、男気あるっていうのが、これ、商売で男気見せたとこでだっていう部分はあるけど。
まあそういった思い切りがあるんだよな。あ、モブに見えたけど、ネームドキャラのゴーくんじゃないですか。オスオス。多分、この国の中で一番まともなやつだと僕は踏んでるから。多分、ゴーが一番まともということで僕はね、山張っていきたい。とか言って、どうしよう、ブルートよりもやばかったらどうしよう。てか、ブルートも割かしまとも枠に入ってるから、僕はブルートにも期待していきたい。この二人はとりあえずまとも枠だってほしい。ただし、男同士でお酒やるんだろうなっていうのは、ただし、マジ、今作全然、メスケボというか、メス出てこねえからさ。女性が出てこねえんだよ。モブですら見たことねえぞ。あったっけ、モブ。ないな。セパンや、そんなやべえ国なんだな。ディオンが裸い頃になったのはもう突っ込まないぞ。カルトビはきっとまとも、カルトビが多分一番まとも枠なんじゃねえかなって僕思うんだよ。なぜかって言われると、アナウンサールで一番プッシュされてると思ってるんで僕の中。なんでかって、メンテナンスの終わるために、毎回カルトビの、多分あれ、限定会場イラストだと思うんだけど、毎回カルトビ出てくるんだよ、そう。カルトビ推しがすごいんだよ。カルトビってそういった修理系なのかなって思ったけど、よくわかんないけどね、カルトビ推してんだよな、アナウンサール公式は。お気に入りなんじゃないかな。僕はちなみにリュウトが一番お気に入りですね。獣だとかそういうの関係ないし、アナウンスプレイヤーとして言うんだったら、僕はリュウトが一番推したから、もっとリュウトのね、あんなことやこんなことっつうか、もっと本編に絡んでほしいなと思ったりする。あー、オブシドニアがバレンタインの由来を作った。へぇー。まあ、確かに、やり僕だったらもうさっと陰薬飲ませればいいもんな。まあ、突っ込まないでおこう。きっとこれ健全な意味があるから、大丈夫大丈夫。あ、一日おじさんなの、彼と。僕もね、最近一日おじさんになってきたんだから気持ちがわかります。やめてか、ディオンの編集入れようか入れるのか多分入れるな、これもちょっと怪しいな。多分怪しいからな、ディオンの編集入れるだろうな。今後編集大変になるぞ、これ。まあ、やっちゃいましょうよ。やっちゃうと、どうせ追っ始めることしか能がないとは思うんだけど、まあ、商売をやろうとしていることでね。僕は応援しております。その心。現地調査。うわぁ、なんか、企業らしい感じだな、出張だとかいろいろあってさ。おぉ、トーマスちゃんとやってくれるね。さあ、オブショーにやって、全身鎧を着た。多分、獣人で兵士がな。なんか照れてんだけど、なんだこいつ。ディオンってもしかしてモブとオッパジビルドが好きっていう、また変わった性癖してらっしゃる。カルトビもしかして、いや、意外とオッパジビル的な感じなのかわかんないけど。僕、カルトビはまとも枠だと思ってるから。お、セズリチョコレートラボ。よし、じゃあこの進めていくか。バレンタイン商戦の前に、特艦工事が進行中、アットホームな職場へようこそ。よし、じゃあね、早速ディオン使っていきたいんで、今回は一旦レギュラーメンツ使っていこう。ディオンはね、パッと見たところ強えなと思った。なんと、空の敵もブロックできるからさ、仲良くなかったよね、今まで。ディオン、ガードなんだけど、地上にも、あとは高台とかにも乗せられて、空中の敵もブロックできるっていう、結構優秀な性能を持ってるんですね。で、しかもスキルの方ではシンプルで、けど強い、攻撃力、防御力増加、あと遠距離攻撃もできるようになるよっていった、そんなのがありますね。あ、ようやく動いた。タイバーイグナさんのツイート見てたら、時間経ったんでよかったよかった。さっそ、じゃあまずは、どっから来るか。オッケー、じゃあそこ。とりあえず、こいつはね、もうさっさと、こいつはつか、オブショニア帝国兵はもうさっさとリストラ案件なんで、気にしないでやっていきましょう。お、ディオンコスト少ないな。いいね、エクスと比べてコストが少ないから使いやすそうだわ。今回治療的が多そうだから、そういった部分を踏まえると、いいね、どこにでも置けちゃうけどね、まあ、今回治療的がメインになるだろうから。あー、で、そうや、ディオン遠距離攻撃あるからさ、そういうこと考えると、こっちに配置して、オブシャリで抵抗兵を後ろに下げて、っていうのがいいんじゃない？あ、それこっちからも来るのか、危ね。そう考えると、これがいいな。あー、てか、遠距離遠すぎ。え、こんな先でも攻撃できない。一応こっちのマス扱いになってるのかわかんないけど。よし、オッケーオッケー。じゃあ、そしたら、とりあえずエレンさんはシンプルに強いんで、おっしゃしゃ、もう無敵じゃねえか、エレンさん。よしよし。一応扱いとしては、ここかな？迷うな。まあ、ディオンのことだし大丈夫だろ、これでいいか。よしよし。ディオンの遠距離攻撃優秀。攻撃力が 80% のね、ダメージ量になるんですけど、80% だけど遠距離攻撃できるんですよ。で、ディオンレベル40の時点で結構優秀なステータスを持っててね、ブロック高いし、アタックもね、アタックはどうなんだろう。アタック低めか。アタック低めだけど、まあ、あんま気にならないですよ。
で、30秒間攻撃プラス 35% とかできる。あ、まあ、これレベル3にまでしたんですけどね。だから結構攻撃力上がる。3秒くらいになってるの、これで。いいね、いいね。かなり優秀です。じゃ、この調子で、まあ、あとアンパイに、リオンハードでも配置して、オブシドニア帝国兵は、用が済んだらさっさと退却させるに限るんで、で、エレンさんも攻撃アップさせる。でも一応後ろにね、テオドラ配置とか OK だ。じゃあ星6枠っていう部分はあったんで、ちょっとね、使い割れ、なんだろう、こう、使い道が限られるジャラムをね、今回リストラしました。ジャラムすまんかった。いや、ジャラムはジャラムでね、またまたゆくゆく、必要になる時が来るとはね、思ってるんで、ジャラムはね、必要が感じられたね、場所でね、ぜひともまた使っていきたいなと思います。じゃあそう、そしたら、じゃあここの抵抗兵はもうリストラして、あとは、よしよし。これでいけるでしょ。OK。優秀なね、配置になってるんじゃないでしょうか。だったらもう適当に、ああ、もう無敵ですね。もう何でもできちゃうね、これ。やばいやばい。うん、ディオンが出てきたことによってね、いろいろと戦力の幅広がる。空中の敵もストップできるからさ、ステージによってはね、相手を置くのも OK。ただし空中の敵ってさ、どこに来るのかわかんないから、そこはちょっとネックだったりするんだよね。じゃ、この槍で銃撃する、ね、ガンランスみたいなもんなのか。ガンランスは弾薬だけど、こっちも槍の矛先をもはや飛ばしてるもんな。そんな融通が効くっていうか、替えが効くようなもんだったの。すげえぜ、おい。よしよし。あとはじゃあ、よしよし。また倍速しとけばね、余裕で終わりそうなんでね。お、強敵出てきたぞ、ディオン。お前の火力でぶっ放せるか。よしよし、ここいらで終了しよう。お、こっち側に来る。けど、ディオンの遠距離攻撃が輝いてるので、オッケーです。で、レオハート相変わらず強いからオッケー。よし、オッケー。よし、で、ディオンの、勝利ポーズ。いいね、かっこけえな、ディオン。かっこかわいい系、セクシー系ディオンだ。いいよ。おねねアンコールだ。次は一緒に歌おう。やっぱ一番はね、リュートだから大丈夫だぞ、リュート。お前のことはでずっと愛おしく思ってるから。本編で活躍めっちゃ楽しみにしてるから。お前の活躍が一番楽しみだ。では、せずりチョコレートラボ3で。検出現場の朝は早い。匠の技に見せられて、見習い職人もヒートアップ。健全な意味ですよね。よし、じゃあ、ディオンの活躍見せたいので、もう一回レギュラーメンツでね、やっていきたいと思います。白身アナドス部は、また次のパートでやっぱ使おうかな。今回ちょっとディオンの活躍見してるからな。よしよし。じゃあ次、上からね、OK。またね、同じく帝国兵をさっさと配置します。今回は地上敵ばっかりの方で踏んで、ディオン配置がいいでしょ。もうディオンはここで、多分上から来るのが一番多いんじゃないかな。どうなんだろう。偏見だけど。よしよし。で、帝国兵もスキルが使えるんで、帝国兵がやっぱ脆いんだよな。すぐ回復求めるから。すぐ回復しないとくたばっちゃうから。よし。今日はこれがもう排除したら無敵でしょ。よしよし。今日はディオンね、ああ、やべ、なんか変な動き方する感じだった。こっちからこっち。よしよし。じゃあそしたらあとはレオハートも配置して、ああ、弓使い、ああ、別に弓使いないか。よし。まあ、こんくらいで無難にやればもう OK でしょ。やっぱ予想通り上が一番多いな。うん、上が一番多く来るでしょって踏んでああ、いや違った。こっちに来てた。よしよし。じゃ、帝国兵ももうコスト使ったんで、オッケー。そしたら、カフカも、そうだな、ディオンとカフカ、結構これ優秀な攻防なんじゃない？敵が取りに来たら一瞬で、のた打ち回させられる、最強だ。で、さらに風を配置。はい、もう風が化け物じみてる火力。火力つか、範囲が化け物じみてんだよな、マジ。もう脳死使ってもいいもん。そしてカフカもスキル使わせる。よしよし。ジオンが出てきたことによって、まあ、ジャラムは結構癖があるんだけどね、使いようによっては、むしろジャラムのおかげで、高難易度クエストとかクリアできた部分あったし、高難易度っていうか、そう、普通のクエストだっけ忘れちゃったけど、そう、ジャラムもね、ジャラムで使い道によっては場合によっては、ね、他の、それこそ半蔵とかね、半蔵とジャラムを変えるとかも全然ありだしね、うん。ジオンが出てきてくれたら本当にありがたいっちゃありがたいかな。戦略の幅が広がります。結構やっぱ鳥十字もちもち増えてきたら嬉しいなと思ったりするんですよね。ディオンっていうセクシーな鳥が来て、これはもしかしてあのスターにアビタカが出てきちゃうのもあるんじゃないですか。ごめんねえや。僕が恥ずかしいから一緒ねえな。アナスタールさん案件待ってます。はい、お互い気配ワットってことでね、さすがレオハット、ありがとうございます。お、で次チョコレートラボだ。これでストーリー。じゃあ今日は最後、おー、いやストーリーだと危ね。流通の壁、経営危機を突破せよ。よし、じゃあ最後これを見てね、今日のパート終わりにしたいと思いますんで、よろしくお願いします。さーてと。さっそ、また裸を見せたがってるカザードくん、おっそっす。
で職人ってなんかかっこいいよな。技術職ってすごいかっこいいと思う。絶対だってその人じゃないとできねえもん、技術職だって。ジムとか教えてもらったら誰もできると思うけど、技術とかもう才能とかね、適性とかもあった上で、もうそういう人のね、腕によりけん部分あるからさ、もう技術職とかクリエイターとかでやっぱ憧れると思うんだよね。っていう感じです。憧れのね、対象というか、もう尊敬すべき対象だと思ってるから。ついに試験稼働を始めたセパイチョコレートラボ。まあ、健全に進んでるのは何よりです。商会長トーマスの泣き落としによって商人たちから多額の出資を得てようやく完成した施設である。先輩の明日を背負った行員たちが甘い匂いを肺いっぱいに吸いながら慣れない菓子作りに取り掛かる。確かにチョコレートの匂いを吐いっぱいはちょっと、おお、ブレットお前大丈夫。やばい、セーフ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 。よかった、ただのボディービルダーの体型だった。よかったよかった。ブルートはまともわけだと信じるが、なぜ上半身裸になる必要があったのかは分かんないけど、まあ熱くなってきたんでしょう。陰脈入りと陰脈なし。陰脈はいらないんじゃないか。シルバートレーには2つのチョコレートがある。その姿形には全く差がない。え、そうなの？掘り薬入れた方がうまいの？うわー、じゃあもうダメっすねよし、陰乱な方向に気がしてきたな。味音痴、そうなんだ。へえ。まあ、ちょびっと入れるぐらいならいいんじゃないですかね。なんか、あ、結構強いようっすね。ダメでしたね。これダメみたいですね。ああ、お手洗いで一体一人で何をしてるんでしょうね。ったくよ、マジで。狂ってやがるね、この世界。仕事中に0721しちゃダメだろ。してはいけない。あ、それ言っていいのかな、わかんねえや。そんなん同人誌だけの世界だと思ってるから。いや、お前もこれ以上抜いたらもう編集が大変になっちゃう。チョコレートラボの目玉は、カザードが設置した巨大ガスバーナーとブルートが製造した大鍋。そして壁に並ぶ巨大フラスコではニトロ金製の、美薬が生成されている。大鍋いっぱいにかき混ぜられるチョコレート甘い香りが充満するラボは蒸し熱く。当然、ノックや、ぐらら、噛んじゃったね。当然、香りの中には、揮発した陰薬も含まれているわけで。あ、だからみんななんか興奮してるってことだな。そういうことなの。ほのかに興奮してるんだ。こいつノリノリだな。あ、てか今気づいた。あ、やべ、またディオンが出てきた。気づいた部分をお伝えします。ガラスは職人たちは、高所の迷宮で使用してきた防塵マスクを誰一人として装着してから、いや、そこしろよなぜ、そういったやばいね、薬が入ってるの分かって防塵をしないのかって言われたら、あの触れたからです。みんな結局、嫌よ、もう興奮したくて仕方ないです。皆さん、ラボ行ったるところで、頑固な職人たちの濃厚なスキンシップが見受けられた。アットホームっちゃアットホームだけどな頭おかしくなるわ。あー、そしてとうとうニトロも裸エプロンにニトロはね、交流の方でもうすでにこの服装になったかしてるんだけどね。デュオもさやね、あの服装になったか僕は知ってたんですよ。この二人が使ってもこうなるんだって。やっぱセパイアすげえな。僕もびっくりだわ。ニトロとサルトベ口周りを真っ黒にしながら整形もしていないチョコレートひたすら食べていた。ニトロはさらに強力な陰脈の研究設備と人を手に入れ、条件を言うと、ほのかにぐらいがいいんじゃないかな。ちょっと入れるぐらいだったらさ、やっぱあれじゃないかな。需要効果というかさ、ある程度疲労回復効果とか出てくんじゃないかな。お、チョコレート配達来た。その時はちゃんとした服装になってくれるよな。あ、そうだそうだ、ディオンがね、ディオンのことについて気づいたやつがあるのはね。じゃあ、ディオンが光ったら、見やすくなったら、お教えしましょう。ディオンが取り出した顧客リストには、エルドラドの富裕層が名を連ねる。マジ。で、どうせ男とおっぱじゃないんでしょみたいな。頭おかしくなる。あー、じゃあ光ったからね、お伝えするわ。みんな気づいた？ここ、ディオンのさ、ここ。このメガネのさ、レンズと、かけるとこのさ、つなぎ目がさ、ハートになってるんですよ、これ。なんか気づいたわ。そう、ディオンなんか、メガネかけてるんだよね。伊達メガネなのか、そうなのかわかんないけどさ。伊達なのか、本当に視力悪くてメガネかけてるのかわかんないけど、とりあえずね、ハートマークをね、ここ、もっと大きくすると、ほい、ここ、ここにね、ハートマークのつなぎ目が出てるということで。で、この裸エプロンはなぜかクリップがついてあります。まあ、これきっと仕事で使うとかそういったことなのかな。裸エプロンになって理由はもう知りません。アナゾサールだからです。あー、パイスブラン。
確かに、それ怪しいもんの攻撃、あれだったもんね。クリスマスイベントも厳しく取り締まったもんな。ってことは、いやまあ、何せね、スライムに侵略されかけたんだから、それ警戒するわな。懐かしいな、あれはもはや1年前の話になるのか。へぇ、超欲族って言うんだ。へぇ。なるほどね、それタイトルの方で輸出云々って話になったのか。うわ、ワイロまでやるんだ、恐ろしい。海賊航路。あ、プレジデンって、来た来た。ピノまだゲットしてねえんだよな。なのに星6のキャラとか被ったりしてさ、サール君、僕もまだ持ってない獣キャラが多いんすよ。どうか、ごひいきお願いします。あれ、ディオンは、いや、知ってるな、これ、今の顔は。今の顔知ってるやつですよね、ディオンさん。ディオンさん。よし。お、次は戦闘会。じゃ次回のパートは戦闘から始めるということで、ね、今回この辺にしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。またアップデート入ったらね、サールの、バレンタインイベント続きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回のアビタカのサール実況総監動画でお会いしましょう。ではまた。